ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回はパンナ先輩がなんかしでかしたみたいなんで、その話をしようかと思います。というわけで、今回のテーマはパンナ先輩メンバーシップ始めただけで炎上してしまった件、やっていきたいと思います。まず価格は上から190円、490円、1190円、2990円で、保証の仕方が仮面ライダークーガの怪人たち、グロンギたちの呼び方に合わせてあるみたいですね。で、しれっとツイートを読んでるんですけど、俺ですね、もともと動画を見てないというより見ようとしたら見つかんなくて、今回はツイートとかお便りに情報を見ていきたいと思います。ただね、メンバーシップに3000円近く払うぐらいならおもちゃ買った方がいいよ。なんならデラックスバイスタンプ2個買えちゃいますからね。だったらバイスタンプ買うよってなっちゃうわけで、まあ190円払うといい年したおばさんが一人語りする動画が見れるのかって考えると、190円でも高えな。で、まあさらに言うとですね、カラスマさんっていうクソゲーの動画を作ってるところの、メンバーシップより余計高いと。90円ですからね、カラスマさん。それ考えると190円でも十分高えよ。で、まあこれ見た人、別の人からですね、18禁コスプレイヤーの優先プランみてえだなって言われてるんですよね。これはウケるわ。で、こんなもんがね、ツイートで使い回された結果、画質ガビガビになっちゃって、もう元が読めなくはないけど、画質ガビガビだよねっていう。で、まあ、あとコメント欄のバッチっていう制度があって、まあ簡単に言うと、バッチの色でこんなに長くパンナ先輩を応援してるんだぜっていうのが自慢できるんですけど、いらないんですよ。自慢するようなことじゃないんですよ。もう一回言います、いらないんです。で、まあ割とボッコボコに言われてて、なんかパンナ先輩調子乗ってんじゃねえよみたいな感じになってますけど、まあやってることとしては理にかなってるんですよね。信者囲ってお金出してもらって、で、信者にバックとしてオリジナルの動画を見てもらうと、まあやってることは理にかなってんだけど、炎上してるから動画をネタにしちゃいました。まあパンナ先輩はね、お優しいパンナ先輩は許してくれると思います。で、最後なんですけど、メンバーシップってそういうもんだからね。まあ1ヶ月3000円は高いけどな。で、最後の最後に愛ちゃんの名言を出して終わりたいと思います。月額5000円で好きな時にパンナとやれるなら入る。というわけで、今回はパンナ先輩がなんかメンバーシップやっただけで炎上したっていう話をしました。ご視聴ありがとうございました。